こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。じゃあ。あれ、もう一人、あ、いたよ。センターシリアルのビデオ。今回は、YO ターミナルをちょっと Azure に絡めて使うみたいな話を聞くということになって、聞いて、実際にやるってことになってるんですけど、私の方は、全然、今回、初めて触るので、よろしくお願いしますって感じで お願いします。年明け一発目ですね。はい。よいしょ。ちょっと。そっちのシェアする？とりあえず自己紹介から。ああ、じゃあ、はい。すいませんね、今日、ハードの都合でちょっと顔が出せないんですけど、顔を出せない人匿で名希望すです。嘘です。あ、松井と申します。センター CLR やってる中の人です。で、どうしようね。なんか、普段何してんのかな。ソフトウェア開発やってます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。じゃあ、松岡さんは。はい、松岡と言います。はい。シードという会社に勤めてまして、普段はもうお仕事ではハードウェアのファームの開発とか、開発環境を整備するみたいなことをやっています。はい、お願いしまおす。願いします。あと一人、なんか、だんまりを決め込もうとしてるけど、さあ出てきてください。はい、加藤です。よろしくお願いします。ちょっとコミュニティからは離れてますが、今日はなんか面白そうなデバイスをみんなで触る会だと聞いているので、ちょっと興味を持ってきました。でもはい。センター普段は、CLR ビデオの出席率は高いですよね。そう？ 2 回はい。目？2回目ですね。2 2回回、目。3、3回？ 2 回？3回か。あ、3 3 回回か。ぐらいかな。そうですね。3回か。3回ぐらい。まあ、なかなかちょっと時間の都合がつかなかったりして、参加できなかったりもしたんですけど、まあ、機会があれば、ぜひという感じで、行きたいかはい、なと思いおま願いす。します。はい、よろしよろくしおくお願いし願いまします。す。ご意見番ですね。ちょっと今日みんなにどれくらい突っ込まれるかドキドキしてますけどね。大丈夫。僕、ズブの素人なんで、今回、ワイオターミナルについてはそれズブの素なんかどっかの教授のセリフじゃないですよね。人。あれ、でも今日ってあれなんでしょ？松井さんに松岡さんが突っ込むという感じなんですね。そういう回らしい。M2M みたいな感僕もちょっとあれ、変な僕汗が突っ込溜まめてるる。方じゃないですか。はい。じゃあ、よろしくお願いしはい、ます。よろ今しく。日は、ちょっと、今も画像が出てますけど、はい。うちのシードの製品の、YO ターミナルっていうもの、が、マイクロソフトの IoT プラグ&プレイのサーティファイを取って、Azure IoT とつなぎやすくなったので、ぜひ松井さんに触ってもらおうと思って、無理やり送りつけたとはい。いうわけです。なので、これ、今、写真ってシェアで見えてます？そっちで。見えてます、見えてます。ああ、大丈夫ですね。はい、いいです。映す像い見ません。えてます。箱だけ見えてますね。梱包材かもしれないですけどね、これね。結構ちっちゃいの？ 大はい、きさもどのれはぐらい？ね、割と小さいですよ。なんかないですか、比較できそうなものは。そうっすね。ああ、10じゃあ、センこチれ、もない。USB と比較すると、こんな感じですかね。ちょっと、でもそれわ箱けだわから、かんねえな、おい。箱だからね。箱から出さないとわかんないよ。ああ、そう。ああ、もう出していいの？ はい、じゃあ。中身だと5センチぐらいじゃ。5センチよりはね、大きいですね。こういう感じですね。おで、これ、あお。ほうほう。れが2つついてますね。端子がね。なるはいほど。はいはい。で、タイプ C の電源の口。じゃあ、ちょっとあれですね。ワイオターミナルの説明をちょっとした方が、ああ、そうですちょっね。と今、スライドをね、探します。あ、はい。それあれね、手前の青い丸って、なんかボタン的こな。れ、ジョイこパッれね、ド的な何かですね。ジョイスティックになってるんです、それ。その4方向操作できるのと、プッシュで、こう、押し込むとこう、クリッそうクですみたね。いな。こういう感じですね。押せますね。カちチカょチっしてまとすね。ね、使いにくいんで僕は使ってないですけど。あ、そうですか。あと、これは SD かな？
SD と言っちゃいけないのか。ああ、でも SD って書いてあるな。まあいい、あんま突っ込まんとこ。じゃあちょっと画面こっち共有しますね。ああ、はい。よいしょと。よいしょと。ああ、画面出ましたか？はい、出ましたよ。はい、ちょうどですね、YO ターミナルの、まあ、会社の公式の資料もまあ、あるんですが、今日、来てるお二方は、まあ、ハードウェアも詳しいので、いや、ズブの中身が分かる感じの、はい、私が、これいつだったかな、去年、とあるイベントで、YO ターミナルのアーキテクチャ、ちょっと教えてほしいというお話があったので、そこで使った資料。はい、なります。トッパーズって書いてあるね。あ、トッパーズ、そう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 、ね、そうです、そうです。あの大学の先生方の参加が多くて、うんうん、はい、恐れ多くて、あ、はい、で、この辺は会社紹介なんでちょっと飛ばしてですね、あ、これなんかあ、ビデオ流れないですね、これね。そうですよ。はい。IO ターミナルは、まあ、この右にあるような、なんていうかね、うちがまあよく売ってるマイコンボード単体ではなくて、こうマイコンボードにこう綺麗なケースがに入った状態で、まあ、液晶がついてるっていう、まあ、扱いやすくなってる製品です。うん、はい、で、まあ、マイコンが入ってるのとともに、ワイヤレスで通信ができる機能が入ってます。具体的にはあの Wi-Fi と BLE 通信ができるようになってて、で、ちょっと特徴的なのが、2.4GB と 5GHz 両方使えるモジュールが入ってます。あとですね、裏にですね、ラズパイと互換の40ピンのコネクターがあるので、ハードウェア拡張がしやすいよみたいな製品になっています。で、あ、ここに書いてありましたね。インターフェース系があるのが、まあ、表に大きめの液晶があるのと、右下にさっき言ってた、ジョイスティック、上下左右とプッシュのスイッチするものがついています。あと手前にですね、電源供給用の USB-C コネクターと、まあ、うちのグローブって言われてるこうセンサーがつなげれるコネクターが2つ用意されています。はい、あと、上の部分ですね。この絵で言うと、下の右側、右下の部分なんですけど、この側面にもプッシュスイッチが3つついているので、まあ、ジョイスティック、だとちょっと操作しにくいような、ものは、この上面の、押しボタン使うこともできます。ユーザープログラマブルボタンって書いてあるやつですね。ああ、そうですね。そうですね。はい。なんで私はちょっとジョイスティックね、操作するのが、ちょっと操作しにくいので、まあ、主にこの、上の3つのボタンを、使うような、使い方をしてますね。はい。タッチパネルではないんだね、液晶。タッチパネルではないですね。はい。うん、これ、やっぱりよく言われるんですけど、コストを下げるという意味合いで、まあ、これ今30ドルぐらいなんですけど、安いね、タッチパネルではないですね。あと、バッテリーがこれ入ってないので、なんていうの、USB から電源供給するか、裏の40ピン GPIO ヘッダーから電源供給する必要があります。はい、別売でですね、一応、バッテリーオプションみたいなのが販売してるので、まあ、それ買ってつけるっていうのもまあ、ありです。うん、はい、で、ここが中身のとこなんですけど、まあ、ちょっと細かいんで、今日、使う部分の主要なとこだけ話をするとですね、真ん中の赤いのが MCU、メインの、マイコンになってまして、具体的にはマイクロチップの AT3D51 っていうマイコンが載ってます。基本的にはここのプログラムを、Arduino ID で、まあ、C 言語で、C 言語って言っちゃいかんのかな、スケッチ、Arduino のスケッチで、まあ、プログラムが組めるのとともに、Python でプログラムできるようにっていう環境も提供されています。うん、で、実はですね、これ、マイコンがもう一個載ってまして、
左側の Wi-Fi BLE って書いてあるもの、こちらがですね、右下に Wi-Fi BLE があの RTL8720 って書いてあるんですけど、これ、Realtek っていうメーカーの、Wi-Fi 機能がついたマイコンが入ったモジュールになってます。ですので、カニさん、そうそうそう。ですので、ここにまあいくつか書いてある中のですね、MCU にプログラムが入れれるとともに、左側の Wi-Fi BLE のとこにもプログラムが入れれる。まあ、2箇所入れないと、まあ、きちんと動かすことができない。ちょっと注意が必要です。はい、さらに、プログラムはですね、下の USB-C からこう MCU に放り込むんですけど、今 の, あの Wi-Fi BLE の部分、の RTL の部分は直接 USB-C につながっていないので、出てやるかというと、MCU に一旦中継用のプログラムを書き込んで、でパソコンから Wi-Fi BLE に流し込むと。終わった後に、今度は MCU のその中継用のプログラムじゃない実際に使うものに書き換えるっていう、ちょっと手間がかかる作業になります。はい。まあ大体こんな感じです。ただ。Wi-Fi BLE の方をいじるのは、なんか、この中からは何ができるんです？これ、この図を見ると何にもつながってない感じだけど。あ、なので、あくまで、通信するだけですね。ああ、なるほど。はい。なので、例えば、単純な、ソケット通信とかをしたいんであれば、シードが、ここで動かす用の、ファームウェアと、MCU で動かすようなライブラリを用意しているので、用意しているものを放り込んでもらえば、ソケット通信はできます。ああ、なるほど。で、ただし、その MCU の負荷を下げたいとかね、例えばオフロードして Wi-Fi BLE 側で、ちょっと高度な操作をしたいとか、はい、っていった場合には、独自で作って、自分のオリジナルのものを放り込むということができます。ああソケットってことは生 TCP とか生 UDP とかいう話なんですができるものは一応提供しています、ね、はい、なるほどね。じゃあ例えばなんか HTTP とか、はい、あと MQTT とかいうのはまあ今は MCU 側でやるのが普通というかまあそうです、ね、MCU 側でやるっていう前提になってるってこと、ね、そうです。で頑張ればできるかもしれんが、みたいな。あ、作ればできますね。うん、そうそうそう。そうそうそう。作ればね。はい。あとは TLS の処理は、Wi-Fi BLE 側にオフロードしてます。ああ。まあ、この MCU がですね、あまりフラッシュが大きくないので、まあ、暗号化はオフロードした方が扱いやすいねっていう過去になってます。ああ。はい。で、一応ハードウェア的にはこんな感じ。SPI フラッシュはどのぐらいあるんですよ、容量。SPI フラッシュはね、書いてあったかな、書いてないな。書いてありますね、後ろの。あ、これですね、4メガ。ああ、4メガか。はい。なるほど、確かに。まあ、まあ、そんなもんかな。はい、はい。はい。はい、了解です。はい。で、まあ、ものはこうですよと。で、プログラムは基本的に、ご自身で作ってくださいね。先ほどの、Wi-Fi の部分は、まあ、提供しているものはあるんですけど、うんうん、まあ、基本的にはプログラムは Arduino ID とか Python で書いて、皆さん楽しんでくださいという製品なんですが、今日の趣旨の、マイクロソフトの方で、その Azure ID につながるデバイスを認定する Azure Certified っていうものがありまして、で、最近、IoT プラグアンドプレイの V2 っていうのがリリースされて、その V2 で、かつプラグアンドプレイに対応してるかっていうサーティファイも追加されたんですね。ここにあるんですけど。ここにポチッとチェックすると、サーティファイドされているものが、これが
IoT PNP Certified のロゴなんですけど、ずらずらーっとで出ますと。はい、聞いていいです？はい。IoT プラグ&プレイって何の仕様なんです？全然わからないんですけど。これがですね。これがですね、わかりやすい資料がですね、パッと出てこないんですが、ハードウェアの仕様ってわけじゃないってことですね。あくまでソフトウェアですね、これ。あ、そういうことですね。プラグ&プレイとの名前はついてるけど、いわゆる PCAT 交換器のプラグ&プレイというの話と全然関係ないってことですね。全然関係ないですね。はいはいはい、ですね。今ですね、ちょっと待ってね。ですね。ちょっと古い資料になっちゃうんですけど、新しい資料もあるけど、公開してないですね。これちょっと古いです。2019年、資料なんですが、よいしょ。ああ、ざっくり言うと、こちらのスライドですね。よくあるクラウドサービスにデバイスをつなぐときに、そのデバイスがどんな情報を持っているかっていうのを、クラウドサービスに、登録する、手動で登録するとか、もうあらかじめこうハードコードされているとかっていう格好だったんですけど、この IoT プラグ&プレイという考えは、この真ん中にあるデバイスケーパビリティモデルっていう、まあ、具体的には JSON なんですけど、はい、JSON のファイルを、デバイスを作ると同時に、決まった格好で作って決まった場所に置いておくことによって、クラウドサービス側はそれを参照しに行くことによって、デバイスがどんなものかっていうのを知ることができるっていう。メーカーがってことです？作るの？うん。例えばこのデバイスケーパビリティモデルを作るのはデバイスメーカーですね。はいはい。で、クラウドのサービスを作る会社は、まあ、みんな共通の場所にこのケーパビリティモデルを置いているので、それを見に行って、はい、それに合わせて、画面を動的に変えるっていう。ああ、なるほどね、うん。クラウドサービスって、はい、なんか、使えるものというか、準拠しているサービスは固定なの？これがですね、ちょっと時間軸で言うと、これ2019年にこれ、私書いた資料なんですけど、この時にリリースされて、でちょっと、具合が悪いねということで、再検討されて、去年末かな、V2 がリリースされたんですね。うん、で、V2 に対応しているものは、結局、鶏卵で、デバイスがないとサービスも起きないし、うん、サービスないとデバイスが起きないで、今、どういう状況かっていうと、デバイスがようやく出始めたっていうような状況で、はいはいはい、クラウドサービスはまだほとんど見かけないです。今パッと使えるものは今日ちょっと試すんですけど、うん、IoT セントラルが対応したので、はいはい、IoT セントラルで体感できるっていう、うん、はいはい、じゃあこれって、MS 独自っていうわけでもなさそうなではないですか。その通りなんです、うん、ちょっとその IoT プラグ&プレイややこしいのが、 IoT プラグ&プレイっていうのはあくまで MS も含めた複数社で決めた取り決めなんですね。で、うん、それをじゃあマイクロソフトとして Azure の IoT プラグアンプレイで対応したものとか、 Azure のサーティファイドの IoT プラグアンプレイとかあってですね、結構混乱しちゃいます。でも今おっしゃった通り、この IoT プラグアンプレイ自体はこのデバイスケーパビリティモデルの定義とどこで共有するかというだけの話なので、うん、メーカーロックではないですね。うん、なるほど。はい、じゃあここの話でちょっとだけ具体的にどこにどう置いてあるか見るとですね、もうパッとイメージが湧くと思うので、
もうこれ見たらね、V2 になってからすごく分かりやすくなったので、よいしょ、ここに置いてあります。Azure IoT なんちゃかかんちゃかっていう、あの、はい、GitHub のリポジトリです。ここに各メーカーの名前があって、YO ターミナルで言えば、このシード KK の YO ターミナルの下に、JSON が置いてあります。うん、で、ここにですね、この DTMI ってやつがそのデバイスを識別する ID なんですけど、このデバイスは、加速度 X、Y、Z を持っていて、うん、あとブザーを鳴らすコマンドを持ってますよっていうような定義になってます。うん。うん。ああ、なるほど。え？なので、なんか、あまり技術的な話と関係ないかもしれないけど、あの、シード KK になってるんですね。シード KK になってます。これって、あの、はい、YO ターミナルは、あの、本社の方から買ってもこれが使えるんです？使えます。あ、そうなんだ。先ほどの話で、YO ターミナルって、まあ、土台はハードウェア、うん、で、ソフトウェアはあの要はサンプルコードとか開発ツールを、うん、あのシードあの本社が提供しています、はい、で一方でこのサーティファイ取ったあの格好はあのソフトウェア込みじゃないと取れないんですね、まあ、当たり前ですよね、うん、はい、はい、このインターフェース決まらないから、うん、なので、シード KK が、うん、まあ、日本のシードが本社が売っている、まあ、シードが売っている YO ターミナルにソフトウェアをくっつけて、サーティファイを取ったっていう格好になります。なんかあれかな、なんかあの、ファームを提供してるってことかな。そうですね、そうですね、うん、先ほどの真ん中の MCU なんとかっていう、MCU のものですね。うん、はい、はい、はい、なんかこの ID はどうやってなんか識別されるんかなと思ったもんで。ああ、なるほど。そうそう、そういう意味では、先ほどの、よいしょ、これ、この図で、はいはいはい、このデバイスケーパビリティモデルの ID が DTMI なんですね。うんうん、でと同時に、このデバイスから、クラウドにつなぐときに DTMI を送ってます、うん。うん、やっぱりそうですよね。はい、で、クラウド側はその DTMI 識別して、はい、GitHub のリポジトリから取ることができると。ああ、なるほど。なので、あのリポジトリから取ってるんです、そのクラウド、今この図で言うと、クラウドサービス側というのは、あの GitHub のあのリポジトリから定義をあのフェッチしてるというか、取り出してる。最終的にはそうです。あ、そうなんだ。今日使うような IoT セントラルなんかは、うん、まあ、ちょっと非公開ですけど、はい、多分、そのリポジトリから情報を取るサービス用の API とかも、Azure 用意されているので、はいはい、その API とかを使っていると思います。ああ、なのでダイレクトにリポジトリ参照も、まあ、できますし、うん、まあ、使わずにその便利な API を使うことも可能です。ただ先ほどのその IoT プラグアンドプレイの話なのか、Azure の IoT プラグのプレイの話なので、ね、まあ、ちょっと違うので、ややこしい、ね。なかなか、ややこしい。ややこしい。はい。まさにその通り、ややこしい。ちなみに、はい、これデバイス買った状態だと、はい、IoT プラグアンドプレイには見たいような状態のものが手に入る。YO ターミナルだと、購入した段階で、ファームウェア、プレインストールのファームウェアがあの入っている状態で出荷されているんですけど、うん、ゲームが入ってます。ゲーム、インターネットつながるソフトは何も入ってないです。ああ、なるほど。なんか買ってすぐちょっと動かして遊べるゲームが入ってて、で、うん、RD の ID とかでプログラム放り込んじゃうとそのゲーム消えちゃいます。はいはい。なので、まあ、今回のような IoT プラグアンドプレイをやろうとするんであれば、はい、日本のシードさんが提供しているファームを自分で書き換えて、はい、入れて完成みたいな感じ。その通りですね。なるほど。だいぶなんか細かい話になっちゃいましたが。そういう認証の仕方もあるのね。
なんか普通だとこうね、デフォルトでファームに入っててみたいな感じになってないとダメよみたいなのもあるのかなと思ってたんだけど。バラバラでも OK みたいな。いや、いわゆるなんていうかな、そう、最終のプロダクトじゃないとサーチファイ取れないんじゃないかって話ですよね。あるいは開発する系のもの、大丈夫かな。ですね。で、正直、あんまり想定はされてなかったみたいですね。サーチファイ、受ける側の。あ、うん。はい。で、うちもちょっとその認証を出すときにいろいろ調整させてもらって、実際こちらでプログラム変えた部分もあります。具体的には、接続先の変更をリコンパイルなしでやらなきゃいけないという条件が入ってて、でうち開発するなんで、要はデファインとかで接続文字列とか書いてたんですけど、はいはい、それは NG だという話でちょっと変更したりしてます。ただ後からプログラム入れたものでっていうのは一応 OK。 あんまり、多分もともとの趣旨とは違うんですけど、買ったらいきなり使えるっていうのがやりたい流れだとは思うんですけど、認証取れないわけではないですね。あんまりなんかそういう意味でのなんというか厳格さというかセキュリティでガチガチにするって意図はなくて、なんかとりあえず動くっていうところを担保しましたみたいな、そういうことかな。動くというか接続できますってことを担保したというか。ですね、どこだったかな、そのサーチファイプラグアンドプレイのサーチファイを取る条件が書かれているドキュメントがあるので、まあ、それに合っていればなんですけどね、厳格に。まあまあまあ、いいです。さすがにそこから先はなんかちょっと深すぎるような気がするので。まあ、そういう意味では、なんだろう、自社のデバイスを IoT プラグアンドプレイのサーチファイ取りましょうみたいなのは、また別でワークショップとか、テキストがあるので、今日はちょっとそこまで聞かれてない。いいです。まあそういうものがあって、それに従って何かやって認証取れば取れるってことですね。で、でここは Azure の Certified のページですね。はい、これちょっと消しときますね。よしよし。でここにページがあって。はい、でここに Get Started Guide っていうのがあってですね、でここにその動かす手順が、あります。うん、先ほどはあれですね、これですね、Finished Product っていう扱いなので、買っていきなり使えるっていうのが多分意図なんですけど、はいはい、YO ターミナルの場合はこの Get Started Guide に、ファームウェアをこうやって入れ替えてねっていうのが書いてあります。なるほど。なので今日はここから追っかけながら実際に、松下さんにやってもらえたらいいかなと思ってます、はいはい。はい、了解です。それ、リンクを送りましょうか。そうですね、欲しいですね。これですね。まあ、あれですね、ファームの書き換えで OK だと、既存デバイスもね、なんか対応しますみたいなことやれるから、そういうのはいいかもしれないですね。ただそのファームの書き換えるやり方が、開発ツール入れてとかだとしんどいので、そのあたりがどれくらいこう安易にできるかっていうのは、そのデバイス次第ですよね。後から対応難しいものもあるかなと思いますね。なるほど。今 PDF を開きました。じゃあ画面共有をしてもらえると。そっか、今外れてるか。これ。見えます？画面共有出ました。はい。はい、こんな感じですね。はい、ちょっと待ってね。画面がちっちゃいな。自分の画面がちっちゃいですね。よいしょ。もうちょっとでかくした方がいいか。大丈夫です。こっち都合なんで。大丈夫、見えます。はい。で、
とほにゃほにゃとあって、Azure アカウントと IoT Hub インスタンス。はい。で、これもちょっとややこしいんですが、はい、Searchy に関しては IoT Hub と IoT Hub DPS なんですね。はい、で、IoT Central ではないですと。うんうん、でもさっきの話、バックエンド何もないと動いたの分かりにくいので、はいはい、今回は IoT セントラルでやりましょう。あ、これね、最近サーチファイ取った時にまだセントラルが対応してなかったんですね、プラグインプレイ、はいはい、という事情がありますけど、はい、なのでちょっと上見せてもらっていいですかね、はいはい、なのでこの事前準備に関しては、あ、ちょっとですね、このテキストだと今 IoT Hub で書いてありますけど、はい、まあ、今回は IoT セントラルでいきましょう。はい、手順はないので、はい、これ、そうか、はい。ちなみに IoT セントラルは開き方わかりますか？わかりませんよ。あ、じゃあ、URL で、はい、aka.ms/ はかどっIoT セントラル。IoT セントラル。センターで。はい。入りました。で、開きますと。はい、で、左に4つこうメニューがあると思うんですけど、はい、一番下を選んで。一番下、はい。ああ、来ました、ね、はい。で、サインインを押してください。はい。で、あ、そうですね、ないので、IoT セントラルの場合は、その、うん、IoT セントラルアプリケーションっていうので、こう、サービスがそれぞれ、うん、ていうか複数作ることができるんですね。うんうん、なんで、今回作りましょう。新しいアプリケーションを選んでもらって、はい、カスタムで。カスタム。で、あとは、気にしなくていいけど、無料にしとくかどうかぐらいですね。まあとりあえずじゃあ7日間、はい、で、はい、下にずらずらず、あ、ちなみにここですね、無料を選ぶと、うんうん、7日間無料で使えるんですけど、7日後にアップグレードして継続とかできないので、あ他のはアップグレードできるんですけど、はいはいはい、注意が必要ですね、はい、で下行って作成、はい、あ、ちょっと待って、リージョンって、あ、そうか、リージョン選ばないのか、はい、作成でURL 特にない、はい、ないですね。で、作成、はい、で確か松井さんと一緒に IoT センターで触ったのってリボタンの時にちょっと触ったと思うんですけど、 あ、はいはいはい、あの頃は内部的にはバージョン2って言われる IoT セントラルで、うん、今バージョン3ってちょっとアップグレードしたんですね、うん、なのでちょっとだけ仕組みが変わっています。はいはいはい、ちょっと左上 の、 はい、なんか3本筋を、はいはいですね、で変わってるのがですね、デバイステンプレートのところがだいぶ操作性が変わってるので、はい、作成、まあいいや、やらなくていいです。はい、でこれで今、アプリケーションできた状態です。はい、で左でデバイスをちょっと選んでみてください。今現在はまあデバイス何もつながってない状態ですね。はい、あ、はい、で今日はこれから YO ターミナルをここにつなぎ込むっていう操作をします。はい、セントラルの作業はひとまずここでおしまい。はい、あ、はいはい、じゃあ右の、はいはい、戻って次は、この辺は全然スルーで OK です。大丈夫ですね。で、あそこですね。これかな。プリペアザデバイス。はい。これやんなきゃいけない。ですよ。プリインストールドとモバイルターミナル。ちょっと電源入れてみますかね。ただちょっとそれ今何入ってるかソフト分かんないので。なんかゲーム入ってましたよ。入ってました？うん。あれですよね。なんか、基盤がジャンプできるやつです、ね。ああ、そう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 。あ、じゃあ大丈夫ですね。じゃあお前電源入れてみますよ。はい、こういうやつ。あ、そうそうそう。そうですね。なんかスタート押すと、
カウントダウンして。あ、めちゃめちゃ難しいんですよね、それ。あ、そう、めちゃめちゃ難しいです。これしかもなんかファイヤーできるんだけど、とても弾が当たらないという。まあ、こんなのがデフォルトでは入ってます。ああで、このデフォルトのゲームアプリケーションは、Azure Certified ではないですね。はい、いや、何をサーティファイするんかよくわからない。それ認証取ってくださいよ。条件整ってないとダメですね。はい、それでちょっと戻ると、ね、はい、プリインストールドワイルターニョインオーダーコネクションアジュアルウェトリーフォール、うん、はいはい、アップデートザファームウェアオブ Wi-Fi モジュールインストールアジュール IoT ファームウェア。あ、なるほどね。でこれちょっと先走りで言いますけど、この、はい、下の手順だとそうですね、1番が、はい、無線のモジュールのファームウェア入れ替え、はいはい、なります。2番が、はい、あのサーティファイドを取った、うん、MCA のファームウェア、うん、はい、まあ、アプリケーションを入れるようになります、はい、で3番以降はそのアプリケーションに対して設定をするって作業になります、うん、はいはい、あ、1番が一番難しいので、はい、で1番ちょっとそこ読むとですね、はい、やり方はなんかそのリンクを見ろとなっています、はい、ただし、はい、下にですね、これ、Wi-Fi モジュール、まあ、RTL のファームウェアと、そのアプリケーションのファームウェアの、はい、バージョン合わせ込みが必要で、はいはい、で、その、ワイヤーターミナルのネットワークオーバービューページは、常に最新になっちゃうんですね。はいはい、で、ちょっと下の、その右にあるリリースページに、はい、その今回のアプリケーションの、うん、ファームウェア、はいはい、アプリケーションのファームウェア RTL のファームウェアがどれだっていうのが書いてあるので、はいはいはい、実際に入れるのはそっちを入れないといけないです、うん、開いていますね、そうすると 0.9 っていうのが最新で、はい、でこれは Azure IoT 向けのファームウェア、ちょっと大きくしてもらって小さいですね、はい、すいません、はい、でまず一番上見てください、はい、もっと上見てください、あ、もっと上、はい、リポジトリがこれ YO ターミナル AZIoT エグザンプルとなっていて、はいはい、かつ SeedJP なんですね、はいはい、なのでこのリポジトリは、そのサーチファイドされたアプリケーションの、はいはい、になります。で、はい、ちょっと下にスクロールしてもらって、で最新 0.9 で、はい、でちょっと下行ってもらって、はいはい、アタッチしてるファイルに、うん、Wire Terminal AZ IoT Example UF2 ってありますよね、はいはい、これがアプリケーションになります、はいはいはい、MCU に入れる、はい、ファームウェア、うんうん、でその上に表示されてるのがこのバージョンに、あ、もうちょっと上ですね、このそうそう、あ、それです、それです、はい、ちょっと画面が遅延してました。これがこの、はい、アプリケーションに必要な RTL のファームウェア、うんうん、はい、かつ、日本と日本以外になってます。あ、つまりあの こっちがその Wi-Fi の、 あの Wi-Fi 側のファームウェアで、はい、下が MCU に入れるファームウェア。ああ、その通りですね。ああ、なるほど、ね。はい、その通りです、はい。なるほど。はい。ですので、JP in Japan。まずは、その、それを入れなきゃいけないですね。お、これですね。はい。はい。まあ、ダウンロードしときますと。はい。まあ、あとこいつは後で入れるんですね。それは後で。はい。はい、一応ダウンロードしておきます。で、何を入れるかは今分かりましたと。はい。で手順は先ほどの、上の部分になるんですね。あ、ちょっとすいません。でかくしすぎた。あ、こっち側ですね。はい、何アップデートザワイヤレスコアファームウェア。はい。はい、
D のコンフィグレーション。うん、でまずやるのが、その先ほどの RTL のファームウェアを入れるときには、MCU に中継用のものを入れる。ああ、なるほど。それを入れます。はいはいはい。それがこれ。それです。はい、ああ、なるほどね。で、これをダウンロードして。それをダウンロードして。はい。あれ来ないぞ。あ、来たか？来てない。来てないですね。来ないです。あれ本当に来ないか？来てないですね。来てないですね。来てないですね。こっちも来ないですね。あ、来るな。来る来る。え、来る？新しいタブでやると来ましたね。ニューウィンドウですよ。あ、落ちましたね、今。あ、そうだ。まあいいや、これで来た。で、落ちました。で、はい、じゃあこの UF2 をどうやって放り込むんだいっていう話なんですけど。スライディングザパワースイッチ、トワイスクック。これできますかね。何何？これ、電源ってこれですよね。そうです。これをこれですね。電源どういう操作かって言って、上だと、電源オフ。いや、オフですね。今なります。下にすると、真ん中になってですね、うん、はい、これがオン状態ですと、はいはい、で一番下まで押すとリセットなんですね。これでリセットです、はいはい、でここで言ってるあのスライディングパワースイッチトワイスは、素早く2回、はい、要はリセットを素早く2回行うっていう作業になります。あ、ちょっと遅かったかな、うん、あ、大丈夫そうですね。でこれ素早く2回押すと何が起きるかというとですね、あのブートローダーモードっていうモードが内部的に起動して、USB からあの簡単にフラッシュ、はい、MCU フラッシュを書き換えることができるっていうモードになります、はい、これなんかそのモードになってるかどうか見てもよくわかんない。ですね、その USB コネクタのところの右側に青い LED がちょっと覗き見るとあるんですけど、はい、それがホワホワつきます、はい、ふんわりつく、はい、あ、なんかちょっとね、カメラでは分かんないかもしれないけど、こうふわふわって感じになってます、はい、でかつ PC 側にはですね、はい、USB のマスストレージデバイスが表示されます。今出てますけど、アルディノっていう名前で、あーはーはー、出てますね、はい、はい、でこうなって、はい、見ていいです。こうなってると、はい、これ、ブートローダーモードに入っている状態、はいはいはい、そこまでが今、エンターリングザブートローダーモードっていうやつですね。はい、そうですね。はい。ああ、なるほど。で、for more reference はいいのかな。エクスターナルドライブネーム RD の should appear in your PC drag the downloaded RDL。ああ、ダウンロードし、コピーせよっていうことですね。コピーするんですね。はい。いいですね。じゃあ、Mac フラッグかね。よいしょ。今落としたのは、わからない。違うかな。あ、これか。これですね。そうですね。これを、コピペ。これ、容赦なくやると。あ、なんか画面が。そうすると、リセット。動画自動的に変えて、ああ、これが、その中継するソフトが今動いた状態になります。はいはいはい、はい。あ、まあ一瞬ですね。はい。これで、今書き込んだ状態ですね。そうですね。しかも、今まで見えていたドライブ、RD のドライブは見えなくなってます。はい。はい。でまず、これで、転送ファームウェアは、そうですね、中継ファームウェアは書き込んだ、はいはい、次に、先ほどの ZIP のものを、はい、転送するって行為があるんですが、はい、ちょっと下の方にですね、それですね、 CLI Example Usage に、はいはいはい、あと Please use the AMBD フラッシュツールパイスクリプト、はあはあはあ、でまず苦労しなきゃいけないですね。あ、これは
これをそのまま使えばいいってことですね。はい、大丈夫です。じゃあ、おっと、このフォルダーは見えてはいけないものがあるぞ。ちょっと見えてはいけないものがあるので、合ってるか。シート。はい。E は3つ。もう ちっちゃくて見にくいですね。ああ、そうですか。ああ、じゃあ分からない。はい、ちょっと、すごめんなさい。これってでっか。あ、違う。ここじゃないか。もっとでかくした方がいいですね。あれ、なんか音声小さくなっちゃったな。あれ、あ、音量が小さくなっちゃった。ああ、大丈夫ですね。ああ、はい。もう一個ぐらいでかくしとくか。こんな感じか。はい。で、今のフォルダーに入ったってください。はい、今、クローンしましたと。で、中に入りますと。Python スクリプトがあります。で、すね、で先ほど、RTL のファームウェアダウンロードしましたよね。はい、はい。あれを、はい、そこの下のどっかのフォルダーに回答しておくと便利です。ああ、なるほど。何だったっけ、名前が、よいしょ。これですよね。それですね。この2021、これだな。うん、はい。あ、できました。ありますね。はい、できました。で、そして何々？これはね、やったことないな、Linux のは。Python 3なんちゃら。Python 3入ってたと思うけどな。あ、入ってますね。おっかね。こうか。Python 3の、AMVD。で、ちょっと待ってね。ちょっと、はい、右の画面をスクロールしてほしいんです。で、うん、もっと下かな。はい。で、まず、イレースをせよと言ってますね。あ、これか。はい、はい、はい。ちょっと、先に起動確認だ。モジュールがないですね。あ、PIP3 がないって言ってる？このPython あんまよく知らないんだよな。PIP3、ああ、そういうことね。入りました。なんかとりあえず動きました。で、これで動くのかな。ノーモジュールネームって言ってますね。ザスクリプツパイシリアルミーターモード、インポートパイシリアル、パイシリアル、パイシリアルでもインストールしてるよね。パイシリアル 3.5、サクセスフリーにはなってるけど。Which is not on. Having this directory to pass over. これ、Python 3立ち上げて、インポートを叩いてみたらどうですか。インポート。インポートシリアルで。それがダメだって言ってるんで。はい。あれ、使えるじゃん。使いますね。なんかパスワード設定って書いてあるけど、パスコントロール D して、もう一回やってみたらどうですか。ああ、行きましたね。行けますね。はい。行きますね。で、消せと。ああ、なるほど。で、イレーズ。コマンドは2つしかなくて、イレーズとフラッシュしかないみたいで、イレーズします。はい、ちょっと時間かかります。
この RTL のファームウェアの入れ替えが、ややこしいですよね。ああ、これは今、無線の方のファームのイレーズをしてるって感じですか？はい、その通りですね。まあ、このバーン RTL8720 って出してる、この画面を出してるやつは中継をしてるだけということですね。そうです。はい。うん、実際にあの USB の、VCOM から受けたのをそのまま、はい、RTL の UART に突っ込んで、はい、逆向きもそうですね、はい、お、消えました。ありましたね。そしてよいしょ、次、これで終わりました。ここまで OK で、2フラッシュはニューダウンロードファームウェアイン 2G、RTL8720、フラッシュ -D ファームウェアのパス、ファームウェアのパスと言っているのはフォルダ、さっき ZIP を回答したディレクトリになりますね。ああ、そうだね、ディレクトリを指定するってことね。ちなみに中身は3つぐらいファイルが入っている、はい、その辺は吉菜にやってくれる、はい、Windows だと相対パスでも OK だったんですけど、ちょっといいんじゃないですか。まあやってみましょう。うん、-D のこういう感じですね。後ろにスラッシュはなさそうなので削っときます、はい、画面に変化があるかどうか知らないけど、いきます。ああ、良さそうですね。うん。これもちょっとかかります。これね、液晶になんか出てほしいですよね。まあ、そうですね。書いてる、書いてるとか。LED 的変化はないですか？確かなかった気がするんだよな。あったかな。あの、右 USB コネクタの右の青色が点滅、あ、終わっちゃいましたね。あ、終わっちゃった。まあなんか今全くついてないですね、青色 LED は。うん、ついてないです。まあ終わりました。終わりました。はい。はい、それで、で、PDF に戻って大丈夫ですね。終わりましたと。ここまで OK。で、あ、もうライブラリの話になっちゃうんで、あ、そうですね。フラッシュ自体はもう終わりましたね。はい、終わりました。はい。良いですね。で、戻ると。はい。これで、まずこの1番の Wi-Fi ファームウェアの更新は終了と。終了です。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。何も進んでないか。まあいいや。次は、インストール Azure IoT ファームウェア。あ、じゃあ、あれですね。いよいよ、その、MCU 側の方を書くってことですね。はい。で、それダウンロードさっきしました。コネクト IO ターミナル to your PC。スライドザパワースイッチ twice quickly。ああ、またね。ブートローダーモードにします。そして、IO ターミナル appears as storage device が見えているから、そこへダウンロードした、このファイルをドラッグ&ドロップすると。じゃあ、はい、やりますかね。あ、ちょっと画面が。ああ、隠れてました。すいません。あ、ね。うん。あ、そうですね。はい。はい。はい。で、twice, quickly。あ、いいですね。ドラッグ見出てきましたね。なんかふわふわって。はい。カメラでは分かりにくいと思います。はい、これで、あの、チラス見これで、ね、この、ブートローダーモードの切り替えの操作が、はい、結構難しいという話はね、いただいてまして。ああ、難しい
ていうのはどういうことなんですか？結構ね、素早くやらないと入らない。ああ、なるほど。ゆっくりだとリセット、ただのリセットになってしまう。まあ、で、ちょっと画面をもうちょっと右にずらしてもらえると。はい、カメラが映ってるといいんですけど。はい、ああ、これね、今ね。はい。はい、で、今、この、生えてきたアルビーノのやつが見えてるのがこれで、で、さっきダウンロードしたのが、ここにあるこれで、はい、で、これを、ここへ落としますと、はい。簡単ですね。あ、そうすると表示が。はい、なんか出ました。うん、どっかにつなごうとしています。コネクティングトゥ SSID。ああ、なるほど。はい。でこれまだ接続先情報が入ってないので、はい、ヌールにつなごうとしてるんですかね。あ、なるほど。で、2番の作業が終わりましたね。終わりました。はい、で次に、ブーティングイントゥーザコンフィギュレーションモード。ターンオンワイオターミナル、ホワイルホールディング、3ボタンズ、オンザトップオブザデバイス。ターンオンってことはオフの状態からってことですかね。ああ、そういう意味では3つ押しながらリセットしてくれれば大丈夫です。そういうことですね、はい。この3つのボタンを同時に押しながら、これをリセットする。うん、あ、で、うまく押せてない。ちなみにあんまり強く押すと、離れましたね。あんまり強く押すとですね、ボタンが陥没するので、はい、優しくお願いします。インコンフィギュレーションモード。はい、なりました。いますね。はい。こんな感じですね。はい、で、コンファーム LCD ディスプレイインコンフィギュレーションモード。うん。で、コンフィギュアリング Wi-Fi スタートザシリアルターミナルアプリケーションアンドコンフィギュアザシリアルポートナンバーアンドボールレート。インザシリアルターミナルアプリケーションタイプヘルプ。シリアル？シリアル？今、はい、あれです、USB やシリアルでつながってるってことですかね。はい、VCOM なので、ああ、なるほど。これでも見えます。なんだろう。Linux だとシリアルですかね。なんてこった。そうか、僕、Linux 上でシリアル扱ったこと一度もないのでは。なんか知ってます？シリアル？これいや、コマンドはわからないですね。あ、わからない。あ、じゃあ、それググった方がいいか。行きましょうか。通信とかで。ミントとかですかね。あ、違うわ。OS だ、これ。ジンクやってる人。何をすればいいんだ？ GTK ターミナルというのがある？そんな凝ったのを使う。GTK ターム。出来は分かんないけど。入りました。GTK ターム。コンフィギュレーションファイル which default configuration has been created。 パーミッションが離れてますね。デバイスが違うのかな。いや、なんかはめられてたから。どれなんだどれなんだ。あ、でもわかんねえのか。そっか、プラグアンドプレイじゃないか。調べようにも。PT は ACM。なんだ。Linux の作法ですね。USB、今つながってはいるよな。PT は ACM0 じゃないですか。でも、スードゥした方がいいんじゃないですかね。さっきなんかエラーっぽいのが出てたんで。ああ、そういうことです。でも出てますね。あ、出ました、ね、出ました。字が大きくなりますか、これ。わかんない。ちょっと待って。コンフィグレーション、メインウィンドウかな。
ャンスレギュラー、これか、うん、このぐらいに、ああ見えるようになりました。はい、出ました、よかったです。はい、それであ、これはいいです、ありがとうございました。で、これでもないですね。あ、じゃあこれじゃない、これはもういいか、こっちだ。はい、ヘルプと入れる、はい、ちょっとさすがに字でけえ。サンズレギュラーがいかんか。ああ、じゃあ。ないか。なかったけど。サンズレギュラーですか。いや、12じゃなくて。こんなもんでいいか。はい。よいしょ。はい。で、設定すべきは大きく2つで、はい、Wi-Fi に関するものと Azure IoT に関するものです。はいはい、Wi-Fi に関するのは、セット Wi-Fi ホゲホゲの2つですね。あ、でこれ、パスワードも画面に出ちゃうので、あ、はい、で、はい、今ちょっと使っても大丈夫なやつで。はい、ちょっとどうしようかな。うちね、長いんですよ。ちょっとこっちを持っていくか。上に2画面目があるので、こちらでちょっとやります。どこ行ったかな。いつの。でもそっか、これあれだな、ウィンドウがどこに出るのかという。で、設定するといきなりつながりに行くんですか。いや、設定して、リセットするとつながりに行く格好ですね。つながってるかどうかなんか分かる。あ、動かしたときですか。うん、そうです。あ、ね、画面に出ます。さっきはコネクティッドトゥ SSID っていう表示が出てたと思うんですけど、あ、その後にずらずらずらといくつか出るんです。なるほど、なるほど。もう液晶がついてるんで、なんか見やすいですよね、そのあたりの確認が。うん、そうですね。うん、はいはい。それで、セット Wi-Fi SSID が最初に SSID を設定するやつで、操作が見えないからわからないですね。すいませんね、ここだけはデモできないので各自頑張ってくださいって感じ。そうか、これあれですね、5ギガいけるんですね。はい、ぜひ5ギガヘルツの方を使ってみてください、はい、そうですね、あれですね、公開用 Wi-Fi 的なものをなんか作る感じですか、ここは。ああ、うん、作っとけよかったんだけど、今ないですね。まずは SSID は OK で、Wi-Fi パスワードは、セット Wi-Fi パスワード、パスワード。じゃあ、これ。よいしょ。とりあえずパスワードまで設定しました。はい。show アンダースコアセッティングズで設定されてるかどうか見てみてください。グッス。はい、いいと思います。はい。はい、で、いいです。次は、うん、その Azure IoT
の接続先を設定するんですが、はいはい、ちょっとドキュメントもうちょっとだけ上にスクロールしてもらっていいですか。あ、わかりました。ちょっとだけ待ってください。これ画面一旦クリアできないのか。こうか。あ、これでいいね。あの、これで戻さなくていいですよ。そう、あ、まあ、まだなんかやらなきゃいけない。はい、で、これ、はい、その Azure IoT につなぐ設定がですね、うん、今、このドキュメントだと、ID スコープ、レジストレーション ID とシンメトリックキーなんですけど、はいはいはい、その接続先が IoT ハブとか、うん、IoT DPS の、グループエンロールメントとか、はい、なんだったかな、インディビルロールメントだっけな、なんかその、うん、そのサーバーサイドのどういうその認証方法を取るかによって、ちょっと使うコマンドが違うんですね。はいはい、で、IoT セントラル今回やるので、うんうん、IoT セントラルは分かりやすくですね、IoT セントラル用のコマンドを用意しています。それ一発で OK です。はいはい、ちょっと画面ごめんなさい。やっぱ戻してもらっていいですか。はい、シリアル、あ、ごめんなさい。シリアル、ターミナルの。はい。こうですかね。はい、で、ヘルプって打ってもらって、で、セットアンスコ、AZ アンスコ IoTC で。セットアンスコ、AZ アンスコ IoTC。あります。エンター。あ、これでもいいですか。はい。で、だと、これですね、その、もうコマンド一発で、ID スコープからデバイス ID まで、まあ、3つ設定かけるっていうコマンドになってます。はい。はい。はい、なので、これをやりましょう。はい。はい、もう一度セットアンスコ、あ、戻んないですね、それで。IoTC の。で、ここで IoT セントラルの、画面をからちょっと情報を取る必要があります。あ、違う。どこ行ったかな。これじゃないよね。これじゃない。さっきやったやつですよね。そうですね。これか。あったあった。で、デバイスの接続の情報はですね、はい、管理のデバイスコネクションってところにあります。はい、あ、デバイス接続。日本語ですね。はい、ああ、日本語になってますね。英語しましょうか。あ、いいですよ。大丈夫です。はい、で、で、まず ID スコープなので、はい、そこでコピーして、ああ、これが。ペット貼りますと。はい。で、スペース、次はですね、SAS なので、はい、そこにあるですね、上を選んでもらって、これ。はい。はい、で、主キーっていうのがあるんで、あ、はい、それをコピーして貼ります。はい、で、スペース、はい。で、デバイス ID は、好きにつけれるので、ああ、はい、はい。今回のデバイスの名前を適当に。ああ、どうしようかな。試されるネーミングセンス。まあ、無難に Y をターミナル。アプリがちゃんと受け付けるか、ちょっとドキドキしてますけどね。変な文字入れられちゃった。これでいいですか？これでいいです。はい。じゃあ、いきますよ、はい。はい。はい。で、これで設定が終わった状態です。はい、はい、では、右の IoT セントラルを、はい、デバイスをちょっと選んでもらって。これですか？はい。はい。で、これまたデバイスない状態ですね。はい。はい。で次はですね、ちょっとシリアルターミナルは、どかしておいてください。ああ、はい。ウィンドウ外にどかしておいてもらって、カメラの YO ターミナルのちょっと大きめに見えると嬉しいです。ああ、そうですね。で、リセットをしていただければ。いきますよ。はい。お。そうすると今、Wi-Fi につなぎに行こうとしています。はいはい、つながりましたね。で、セントラルのフロントにある DPS につなぎに行って、はい、あ、ハブにつな、もう、まあ、ですね、プロビジョニングしちゃった。あ、で、今、セントラルの方になんか更新がありましたみたいな
更新プログラムを使用できますって翻訳があるんですね。右側のなんかボタンを押してみてください。はい。ちょっと待ってください。これでこう。ああ、増えましたね。ワイオターミナル。はい。それをポチコンって選んでもらって、はい、そうするとこのように。はい。ああ、これデバイス。はい。加速度とかを送っているので、うん、それがもうグラフで出ていると。例えば、こんなことをすると、はい。ちょっとセントラルの更新がそんな素早くないので。もうそうですよね。実際にはなんかこんな勢いで動かしたとしても、なんかテレメトリはこれなんか、シリアルの方だ。テレメトリーは飛んでるんですけど、うん、こういう頻度なんですよね。セントラル側があの時間間隔のウィンドウで集計かけちゃうので、はい。はい、あまりそこまでは見えないってことですね。見るっていう意味では、ちょっとセントラルの画面の生データっていうタブで見れます。これちょっと最近、機能追加されたんですけど、ここで、はい。テレメトリー一個一個が見れます。3秒か4秒ぐらいに、4秒に1回ぐらいかな。2秒 ?2 秒かな。2秒か。はい。ああ、なるほどね。はいはい。で、これ、先ほどの、IoT プラグ&プレイの JSON を見に行っているので、うん、はい。アクセラレーション X とか出てたり、先ほどのグラフ表示なんかも自動で生成されてるですね。なるほど。オーバービューですね。はい。うん、はい、では、コマンドも1個あったのってちょっと覚えてますか？JSON の定義でですね、うん、テレメトリーとともにコマンドでブザー鳴らすっていうのがあったんで、それやってみましょう。はい、ウィンドウちょっと大きくしてもらって、こうですか？カメラは見えてた方がいいです。あ、そうですか。ちょっと文字大きくしたんでね、消えちゃったんです。ああ、そういうことですか。ちょっと待ってください。左のね、メニューを消すといいかもしれないですね。こう。はい。で、コマンドっていうタブがあるので。ああ、これね。はい、はい。で、ここにリングブザーのデュレーションが出てるので、ここに2000とか入れて、事項ってやると、はい、うん、ああ、なるほど。今聞こえましたかね。聞こえました。ああ、大丈夫。かすかに。はい。もう一回やってみます。ああ、まあまあの反応速度ですね。聞こえなかったな。あ、聞こえなかった。画面には出てますけどね。聞こえなかった。ちょっと一回マイクに近づけますね。はい。いきますね。お、聞こえました？あ、聞こえました。はい。まあ、テレメトリーはね、キューイングするんであれですけど、コマンドは即時接続なる、はいはい、うん。そうですね。遅れはどうかな？なんか1秒ぐらいかな。まあ、あれですね。ポイントは、先ほどプラグアンドプレイなので、そのデバイスの項目を、JSON に定義されている のを、はい、まあ、セントラルが取ってきて、画面を、まあ、自動的に出すってことですね。はいはいはい、ああ。なるほど。そうか。ってことは、あれですね、なんか、まあ、デモンストレーションとしてはこれでよくて、そうなると、例えば、ワイオターミナルとかだと、グローブがつながるから、なんかグローブでつないだやつをここに収集できるのみたいなのをちょっと思ったりするんだけど、そういうのはどうなんです？まずアプリケーションがないので、はいはい、アプリケーションを作らないといけないですね。はいはい、で、かつ、プラグアンドプレイをやりたいのであれば、JSON 定義を作って、先ほどの、はい、グローバルリポジトリに上げる必要がありますね。あ、それはグローバルでなきゃいけないんです。要するに例えば自分が作ったデバイスで自分だけで試したいんだけどっていう場合でもグローバルのところにある。自分だけ試す場合はですね、まあ要はバックエンドの、はい、サービスがどこ見に行くかっていう話なんですけど、はいはいはい、
自分で作ったやつならまあ自由自在ですよね。ああで、この IoT セントラルの場合は、グローバルリポと手動で上げるっていう操作ができるので、はい、まあ、手動であらかじめ上げておいてっていう格好になります。うんうん、具体的には、その左のメニューをもう一回出してもらって、うん、テンプレート、デバイステンプレートですね。あ、これね。はい。で、ここで、新規作成して、うん、適当にまず名前をつけます。あ、IoT デバイスして、あ、適当に名前つけます。はい。はい。で、次。はい。で、ここで作成ってやると、手で作るのとインポートの機能があって、はい、これ左が手で作るやつですね。右側がインポートって機能で、これ先ほどの JSON ファイルを読み込むっていう。はいはい。はい、でこれポチッと押して自分で作っていた JSON を読み込ませると、あ、それが、自分のセントラルのアプリケーションにあらかじめ作っておくっていう作業になります。あ、なるほどね。この時に結局なんかその自分で YO ターミナル側の自分のアプリケーションが、何でしたっけ、 DTMI でしたっけ、はいはい、あれでなんかつけたなんか適当なその違う名前をつけておいて、それとマッチする JSON をここで食わせると一致して、そうです、なんかその、はい、なん収集したデータを表示したりとかできるようになる。今キャンセルをしてカスタムをちょっと選んでみてください、はい、カスタム、はい、でここで手動で作れるんですけど、はい、ちょっとめんどくさいんで下のこの規定のコンポーネントっていうのを押して、あ、今ね、はい。で、そこに ID の編集っていうボタンがあると思うんですけど、上に。ID の、あ、これね、はい。あ、保存しなきゃいけない。保存ごめんなさい、一回してから。あ、なんか一個は入れなきゃいけない感じ。あ表示名と名前を。何でもいいですよ。で保存して、ID 編集で。ID の編集。で、このインターフェース ID っていうのが DTMI ですね。ああ、これがね。はい。インポートした場合は JSON のものがここに表示されて、うん、今、手動で作った場合は今のようにちょっとランダムで生成されてる。ああ。これをデバイスに放り込めば、紐付けができるっていう状態ですね。まあ、実際にはあれだよね、この名前をその、自分が作ったそのデバイスのアプリケーションから DTMI として返せばいいってことですよね。そうです。ああ、なるほど。そうです。返す。あの、あれですね、クラウドに送信すれば。返事するというか、はい、はい。投げなきゃいけない。なるほど。紐付きは大体分かりました。テクノロジーとして何か新しいことかっていうと、そんなに新しい感じはなくて、うんうん、どちらかというとこルール決めのところがまあ主ですね。うん。ああ、なるほど。まあ実際のこういうデータは今、こう、テレメトリーこんな感じで送り続けてるんだけど、それに JSON で、そのなんか数値の値、その例えばセンサーの現在地とかが、その JSON の中に含まれて、サーバーの方に送信されてるってことですよね。あ、そうですね。そこは、先ほどのデバイスの生データのところで、はい、見れたかな、見れた、ちょっと、PNP 対応デバイスだと見えないかな。生データで。でそこで、そうなんだよね。これちょっとフォーマットされちゃってるんですよね。ですね。上のですね、右から3つ目。あ、そうです。それで、出たかな。ない。あ、モデル、いや、これね、違う。モデル化されてないっていうのは、これ、JSON 定義にないデータが来た場合なので、はい、ちょっと生はこれでは見えないですね。なるほど。はい。まあ、しゃあないですね。そうですね。セントラルだとちょっと見えないですね。まあ、
まあ、雰囲気は分かったかと。伝聞的にはその、まあ、要するに例えば自分でそのファームというか、あのワイオターミナルのアプリケーションを作る場合には、そのサーバー側にはどうやって送信するかというと、まあ、JSON にシリアライズして送ればいい。そうですね。で、まあ、動くのはなんとなく体感いただいた感じだと、はい。で、今ちょっとデバイスの話に及んだので、はい、デバイスのですね、この YO ターミナルのこの、サーチファイドのアプリケーションはソース公開しているので、はいはい、そっちをチラッとしてみますか。いいかも。はい。はい、で、これですと。で、先ほどの、DTMI は、ヘッダーのところに書いてあるか、はい、ソースかな、ソースのコンフィグかな、どっちだったかな。ああ、ヘッダーですね、ごめんなさい。うん、インクルードのコンフィグのところに。これか。はい。で、デュルデュルってスクロールすると、変わりましたね。37行目に。はいはいはい。はい、まず書いてあるのはここですと。うん、で、じゃあどういうタイミングで送ってるかって、ちょっと何箇所かあるんですけど、ソースの、メイン CPP 見てもらって、うん、でね、だいぶ下の方です。だいぶ下の方です。テレメトリーってあるところなんで、もうちょっと下です。あ、そこですね。加速度はここで送ってます。ここで取得して、はい、センサーから取って、加速度とも明るさを取ってるんですけど、あ、はい、センサーから取った値を、そこにある、もうちょっと下ですかね。その345からデラデラってある AZJSON ホネララっていうやつで、JSON 文字列を組み立てて、うん、で359行で MQTT で投げるっていう格好です。はいはいはい。ああ、はははなるほど。はいはい。で普通に文字列って JSON 組み立ててもいいんですけど、うん、このアプリの場合は、MS が提供しているエンベデッド CSDK っていうのを使ってるので、はいはいはい、そこにある JSON のライブラリを利用してます。うん、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 はい、なるほど。まあ、雰囲気はつかんでいただけるかなみたいな。わかりました。あ、前にやったですね、リボタンと比べてクラウド側はもう圧倒的に作業がなくなったかなと思いますね。うんうんうん、今もセントラルアプリケーションを作っただけなので、はい、でデバイスは楽だけど RTL のファームがちょっとめんどくさい。あ、まあ、デバイスなので、まあ、今回あのビデオで収録したからまたなんかあの見てもらえればいいかもしれないですよね。そうですね、ちょっとあの Windows の人と Linux の人と操作違う。そうか。もう僕は今メインマシンなくなっちゃったので Windows。 あら、そうですね、なるほど。あとはさっきの話ですよね。じゃあこれパパッと使えるクラウドサービスがね、いくつかあるといいんですけど、うんうん、まだこれからだよねっていう。まあまあデバイスとの絡みもあるじゃないですか。だって このデモでのその YO ターミナル用のそのあのアプリケーションデモでも、まあ結局 XYZ と明るさしか送ってないので。うん、うん、まあ、まずはあれですよね。その、まあ、この YO ターミナルを使うとしたら、YO ターミナルに対応した、どれだけその、なんていうの、センサーの情報を収集できるかみたいな話で、うん、で、
それをどこに応用しようかみたいな話になるから、うん、なんか、ね、まあ、ただクラウド側で言うと、うん、例えばそのマップと紐付けるようなものは汎用的なものは作りやすいと思いますね。例えばデバイスが、うん、あの GPS っていう属性のものを持っている、はい、いれば位置情報として解釈できるので、はいはいはい、要は以前だと、なんだろう、JSON のプロパティがこういう名前だったら、でも名前にルール付けがないのでどれが位置情報か分かんないという格好だったんですけど、うん、あの IoT プラグインプレイだと、型、うん、持ってる型にその位置情報みたいなものもあるので、うん、種類として、はいはい、あのもうちょっと汎用的に作りやすいってところですね。なるほど、なんかそうだな、プラットフォームとしてやるんだったら、あれで、まあ、最初のファームのところもまあそうだけど、その後のあれだよな、なんかグローブの何とかセンサーを持ってきたときに、そいつのデータを収集したいって思ったときに、こう導入のしやすさみたいなものがあるといいのかもしれないですね。まあ、だんだん欲が出るよね。そのグローブのこれとあれと、いやいや、さらにこれとこれと。うん、まあまあ、種類もたくさん。全部ってわけにはさすがにいかないので。うん、なるほど。ちなみにその、今の型の話をリンクをちょっと送りましたけど、あ、ただの JSON と違って型情報があるっていうところもちょっと特徴的ではありますね、うん、ああはいはいはい、ミニトゥーバーか、ああなるほど、キャパシタ、まあ、実際この IO ターミナルのサーティファイ出したときは、うん、IoT プラグアンドプレイサーティファイドって、まあ、2個しかなかったんですよ。はははは、今検索と結構あるのでだいぶ出てきたなという感じはありますね。ああなるほど、デンシティ、ディスタンス、エレクトリックチャージ、フォー、エナジー、フォース、フリーケンシー、ヒューミティ、ルミナンス。まあ、とりあえず、なんか思いつくものは定義してありますって感じかな。うん。そうですね。うん、なるほど、はい、はい、いかがでしたか、なんか楽しめた感じですか、苦行でしたか。いや、あ、別に あの別に苦行ってことはない、あのむしろなんかあの Linux でもちゃんとできるっていうのが確認できたのでいいかな。あ、そうですね、僕やったことなかったけど動きましたね。そう、普通に動きましたね。あとはあれかな、やっぱりあのどうやって、あのなんかこれを使いたいと思う人は、多分なんか応用をどうやって応用するかみたいなことを考えるかなと思っていて、あのなんていうの、僕らみたいな、なんかホビーストが、なんかその Azure のこのサービス使って何やんのみたいな話で、なので、うん、多分なんかこれを使いたいと思う人には、具体的ななんかこう、シチュエーションがあるような気がするんですよ。なので、まあ、やっぱりあれですよね、さっき言ったそのどんなセンサーデバイスが使えるよ、あのこれによって使えるようになるかってことと、あとは、まあ、いくらなんか使いやすくなったとは言っても、あの Azure の、 あのさっき の、 あの管理画面とかでも 見れるこう見せ方が限られてるので、例えば、まあ、こうやってグラフ化はされるけど、まあなんかグラフ化してどうすんのみたいなのがあるので、なのでそのあたり、まあこの IoT プラグアンドプレイを使うことで、まあどこまでできるかっていうのはあるけれども、デバイスとクラウドサービス
の結合が若干緩くはなるので、うん、なんで YO ターミナルでって言われると、うん、なんか辛いんですけど、いや、うん、他のデバイスも、はいはい、あの選択肢には上げて利用することができるってところはありますよね。まあ、実際にはあれですよね、なんかこれで、ね、なんていうの、そのデバイスからそのクラウド側にへの接続は今の話で見できてて、で、まあ、この画面はどっちかというと、なんというか、疎通確認みたいなもので、なんかこのあと、なんか具体的な、そのなんかクラウド上に載せるアプリケーションというものがあって、それでなんかその収集した情報を使って何かするっていうのが、具体的にやりたいことのような気がするので、まあ、そっちの方でどういう何をどうするかって感じですね。僕、そっちの方はなんか、全然、なんていうんですか、その事例とか知らないんで、伝え聞くのは、よくあるのが、農業に応用するとか、うん、なんかそういうような具体的なアプリケーションは多分、あるところにあると思うんで、だから そっちの手のつなぎ込みがどうかって話ですよね。僕はデバイス屋さんなので、わからないですね。うん、そう。いや、僕もわかんない。僕は全然専門家だからわかんない。でも、ソリューションだよね。ソリューションとして、うん、そう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 。デバイスができて、クラウドサービス側から利用しやすくなって、次、ソリューションとして、どういう、こう、体裁というか、うん、うん、そう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 。どんなメリットが出るのっていうところだよね、うん。そうですよね。その画面の左のところにあるジョブって、うん、そいつって、これか。あ、もうちょい上。それそれそれ。うん、これってなんかトリガーを作って、例えばパワーオートメイトとかの辺に行けたりするのかな。あ、ね、そこはね、規則っていう方ですね。ああ。規則で、このセントラルの、まあ、これ、英語で言うとルールなんですけど、ルール定義して、その外部へ投げる。例えば、E メール出すとか、ファンクション呼ぶとか、パワーオートメイト投げるっていうのができるようになってます。うんうんうん、なんか明るくなったな、みたいな、うん。ただそこはね、セントラルの機能になっちゃうので、うん、正直ね、悩むかなと思います。その、スピードが緩くて、そのここにあるような、大なり小なりぐらいの判定ならば、これ使うのが良いなと思います。うんうん、じゃなくて、もうちょっと複雑な分析をしてこう送る場合なんかは、うん、セントラルでそういうルール作れないので、うん、何でしょう、まあ、SNの IoT ハブ DPS とか、IoT ハブ使うとか、うんもしくはこれセントラルのフロント、ね、入り口に入ってきたハブから、うんルーティングで別の、イベントハブに流し込むことができるので、うんはい、セントラルで見つつ、入り口でそっちへこう分岐させてデータを流すっていうのができますね、うん、ああ、それはあと逆にその例えばその YO ターミナルみたいなデバイスから直接そのイベントハブに流し込んだりとかいうことはできるんですか？ですね、今は、IoT ハブにはできる。ああ、IoT ハブ。イベントハブはにはできない。で、IoT ハブに流れれば、テレメトリーはイベントハブと仕組みが一緒なので、はい。はいはい大丈夫かなと思います、うん。まあ、イベントハブに流せれれば、多分なんか、一般的な開発者でも、普通にイベントハブから、そのデータ受信して何かするみたいなのは、具体的にできるような気がするな。うん、IoT ハブを直接操作するのも、まあ、できるんだろうけど。だそれなりに、こう、カスタムとか、仕組み分かってるんであれば、まあ、セントラル使わなくても、構築、IoT ハブで構築すればいいし。うんもうちょっとこう、エントリーな方であれば、IoT セントラルでいざという時に見れるとか、デバイス管理できた上で、うん、データだけこう、特殊な時だけ横丁に抜くっていう使い方も、まあ、確かにあるかなと思います。はいはいはい、なるほどね。その辺はもうあるんで、アーキテクチャというか、うん、割と横から抜けるようになったので、うん、柔軟に。
組めますね。うん、まあ、コストどうかなっていうところありますね。あなんかセントラルで使った方が安いみたいな話も聞いたんで、ちょっと本当かなってありますけど。ただ、やっぱこう今見てると、そのノンコードでいける範囲がかなり広くなった印象を受けるので、なんかあのセンサーの有効性だとか、まあ、その時間の話があるから、100% のニーズを満たすとは思えないけれども、ただちょっと試してみるみたいなことをやろうとしたときには、非常にいい組み合わせかなというふうに思いますね。うん、まあ、グラフでパッと見えるだけでもね、やっぱりそのバックエンド作り込みをするとか、あの考えると、うん、あのデモだけじゃなくてエントリーで使うにはいいなと思いますけどね、うん、ただあれだよね、その自由度はやっぱないので、うん、その手のツールは、うん、そうだからより高度なことをみたいな言った時にはあの対応できないっていうその面が出てくるんでしょうね。はいはいはい、ああまあでもそれはその組み合わせのセットでって話だからさ、別に IoT ハブ使えれば、全然デバイスが無駄になるとかそういう話じゃないと思うんで。うんうん、そうですね。まあ、ちなみに YO ターミナル、先ほどの話で、入れたソフトと組み合わせでサーティファイドなので、うんうん、自分でアプリケーション書いていただければ、別に IoT ハブ以外にでもデータを送って動かすことができるので。うんうん、はいはい。なるほどね。あ、こういうことを試せるデバイスが3000円ぐらい。3000円ぐらい。はい。うんうん、アプリケーションは今無償ですね。うん、まあ、なんか個人的に思うのは、なんか、ちょっと頑張れば IL 通信でできそうだなって感じはするかな、このレベルな。やってるじゃんみたいな話だ。では、うん、フラグが立ったということで。誰か一緒に。IL 通信、IL 通信、ネットワークスタックのとこですよね。何、どのデバイスでも辛そうだなっていうのは。あ、でも、これ今、この、うん、サーティファイドのアプリっていうのは、そのさっきの話で、その、何、リアルテックの方にオフロードというか、その、パケットの処理はそのまま流してるんですよね。その Azure の、うんうんうん、これだっけ、あ、これか。例えばこれでいくと、なんだ、さっき。MQTT ですね。あ、そうですよね。MQTT クライアントですね。うん。で、うん、いや、なんか、なんだっけ、例えば .NET で言うと、システムネット HTTP クライアントとかあるじゃないですか。うんうんうん、あれを真面目に移植しようと思うから辛いんであって、例えばこれで言うと、どれだ？これが MQTT クライアントでパブリッシュしてるんですよね。うん、うんうん。だからなんか MQTT、この、要するに、C のライブラリとして提供されているこの MQTT クライアントっていう、あ、これ C++ かな？ なんか、それをラップするだけでいいんじゃないかなっていう気はしてるんだけど。うん、もうちょっと上のレイヤーというか、抽象化されたレイヤーの方がいいかなと思う。ちょっと今ないんで難しいんですけど、その IoT、Azure IoT に特化した API を設けちゃった方が、やりやすいんだろうなとはちょっと思っています。うんうん、今ちょうどその分、出てる画面のちょっと上見るとなんとなくわかるんですけど、あ、そこです、そこです。送信は下の MQTT クライアントっていう、うん、MQTT で投げてるんですけど、はい、データを作るのに、はい、その337行の、AZIoT Hub クライアントホイホイっていう、これか。これ、エンベデッド CSDK を使ってるんですね。はいはいはい、で今の MQTT カットで、分離しちゃうと、うん、このエンベデッド CSDK を、C シャープ側、うん、はいはい、IL 通信側でやらなきゃいけなくなっちゃうんで、あ、これも包含した形の方が扱いやすいんだろうなと思います。あ、うん、なんか
多分なんかこの辺のその JSON を扱うのも、まあ本当はその例えばニュートンソフト JSON みたいなのを、いけばいいんだけど、あれも規模でかすぎるので、なんかあの本当にサブセットでいいと思うんですよ。だってどうせこれってさ、その何、そのテレメトリーとして送りたいデータをその JSON にフォーマットして埋め込むことさえできればそれでいいみたいな話なので、なのでなんかそう、ね、もうちょっとシンプルなやつをね、試しにちょっとだけやってるのがあって、はい、途中やりなんですけど。ちょっと待ってくださいね。今 URL を探しています。このコンセプトはいいと思うけど、ちょっとね、なかなか、ですね。どこ行ったかな？あ、撮ってた。これ前話したかな？話したかもしれない。話しましたね、多分以前ね。Revert to Azure IoT。ああ、ジャパニーズのところをクリックしてもらうと、はいはいはい、図がちょっとだけあるんですけど、あ、はい、まあそこですね。あ、はい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 。ああ、なんか思い出してきた。はい、だから今 PNP が多分これを話した時ってまだ、GA する前で、うん、ちょっとコンセプトだけだったんですけど、そのAzure IoT の特にプラグのプレイで見れば、テレメトリーとコマンドとっていう、なんかこう、いくつか、もう要素が限られてるので、それを極端な話、カンマ区切りで UART に投げれば、あとはよろしくやってくれるっていうのがバックエンドにあれば、あのフロント側はあの何でもいいかなみたいな、この例で言うと Arduino ですけど、何でもいいのかなみたいな。ただその UART で流し込むフォーマットのルールがどっかにあるわけでもないので、うん、そこをどう決めるかみたいなところが悩ましいなと思うんですけど、うん、まあ今 GA したんでね、決めりゃサクッと決めれば決めれそうな気もするんですけど、なるほどね。はい、まあ、MQTT API のカットだとちょっと今逆に難しいかなっていう状況にはなっちゃってますね。ああ、はい、まあなんかそのうち時間ができたら試してみようかな。ちなみに今ってさテレメトリーの送信止まってる？800止まってるかな。ああ止まってますね。これ800まで？いや、多分まだね、ちょっと不具合があって。ああ、そうなんですか。止まっ不具合で止まってるのか、何かわからないですね。ああ、意図せず証拠写真を撮ってしまったみたいな。バージョン 0.9 ですからね。ああ、なるほど。まあ、じゃあ、しょうがないかな。鉄人の方は何かありますか？いや、うん、面白そうだなと思って。ちょっといろんなセンサーで試してみたいなっていう気は起きましたね、今日。ああ、そうですね。そうなんですね。センサーとなると、その、どのセンサーでってなっちゃうので、シナリオが先に立たないと、ちょっとなかなか、そうですね、やりづらいですよね。まあ、ちょっとやり始めてるものはあるはあるんですけど、うんうん、まあ、みんなのニーズに合うかどうかってちょっと別問題なんだから。ちなみになんかその今回はこの Azure IoT の連携みたいな話でやってるんだけど、そもそもこの YO ターミナルって普通に開発するときって Arduino でやるんです？Arduino ID かもしくは、Python、はあはあで開発ができるようになってます。うん、ちょっと待ってね。今スライドがね、スライドが、ちょっと画面共有しますね。はい。これ先ほどの、あ、出てるかな？先ほどの。あ、出てます。なんかアーキテクチャと資料の中で、はいはい、これハードウェアのとこだったんですけど、うん、ちょっと後ろ行くとソフトウェア出て、はい。RDID もしくは、
アルドゥパイっていう、はいあのはい、マイクロパイソンをちょっと映したやつだかな。あはい、あ出てきます。ただ、アルドゥパイはまだネットワーク機能使えないはずなので、うん、確か、うん。ネットワーク使う場合は、アルディナ ID が良いです。うん、で、はい、ただ、他の、プラットフォーム、ユーザーコミュニティとかで作られているものがあって、待ってんな、みんな。今回のあの、AZIoT エグザンプル、はい、今回使ってるファームは、プラットフォーム IO で作ってます。ああ、はい、はい。あと、ラストと、タイニーゴーと、MRuby か。なるほどね。でも、先ほどのネットワークのところをどうするかっていうのが、やっぱちょっと苦しくて、皆さん。ああ。そうか、そんな大変なんだ。なんだかな、エンベデッドの RPC を、うんうん高速 UART に乗せて通信してるっていう格好で、ああで、ファームもまだアップグレードしてるので、RTL、うんうんうん、追従してなきゃいけないじゃないですか。ああうん、辛いですよね。ああもうちょっと安定してからやろうかなってなりますよね。ああはい。はい。じゃあ、あれですね。何気に。あと、なんだっけ。うちの本社の、まあ、当然これ、あの、私が出してる資料なので、うん、本社は本社で、その YO ターミナルの製品としてのドキュメントっていうのは出してて、はいはい、結構たくさん出てます、ここに。あ例えば LCD で文字出したいとか、うんうんうんまあ、サンプルコードがいろいろあったり、あラインチャート出したいとか、はいはいはい、あと IO、センサー関係ですかね、アイスキャシーやりたいとか、サンプルこれですみたいな。結構頑張って用意してあるね。サンプルはね、多いですね。はい。頑張ってる感じです。あと、そうか。最近あるのが、タイニー ML っていうあの、ああはい、ディープラーニングがちょっと動くよ、みたいな。ああはい。これ何だったかな。ディープラーニングで制限波を生成するとかっていうサンプルだったかな。ああそれなんかモデルを利用するって話じゃなくて、これの上で学習をするっていう話なんです？いやいや、実行だけですよ。ああ、そう、うん。学習はしないですね。あそうですよね。はい。はい、まあ、これ、ここにあるサンプル、あの、タニーメールなので、うんうん、そう。なので、なんですっけ、あの、テンサルフローをコンバートして動かす格好ですね。うん。うんバッテリーもありますね、ここに。あ、こっちか。こっちですね。バッテリー。はい、はい。あー、なるほど。血が増えとる。バッテリーつけると、あの、裏の40ピンつなげれるので、うん、あの、グローブコネクタが6個配置されてます。はい、タイプ C はこっちにつなぐわけね、その場合はね。ですね。チャージがここですね、うんうんで。プログラムはこっちからは書けなくて、本体側の方に、ね。ああ、そういうことね。うん、ほう。確かに、まあまあいいお値段がしたはずです。あ、そうなんですか。あ、4マリオン。4マリオン。まあまあまあいいお値段ですよね。ああ、650で12。うんうん。ああ、そうか、22も出すとなんかデバイス変えるとかいう話。こっちがね、30ですからね。ああ、なるほどね。
まあ、バッテリーはね、危険だからね、ない方がいいですよ。うん、まあそうだね。なんかあの、MO スタックとかでも、なんか食らっちゃったって、なんか時々、緩い流れてくるんだよな。いつも得るだろうという心配があるのと、うん、あとバッテリーでじゃあ何時間使えるのっていう話が当然ついてもあって、うん、ああそうですね、うん、そうなんですよね。今普通の液晶つけてる段階では、うん、まあ相当頑張らないと、うん、それはね、何日も動かしてできないので、とか考えると、もう普通にモバイルバッテリー USB で繋いだ方がいいかなっていう。あ、そうか、そうですね。Type-C だから、大容量だし、安全だし、うんうんうん。この辺だとちょっと逆に、どういう用途で使うんだろうっていうところはありますけど。うんうん、はい。はい。ありました、ありがとうございます。なんかいろいろ、YO ターミナルの Azure の方面の話から入ってたんですけど、細かいところはいろいろ分かりました。だいぶ細かい話をしちゃいますね。もっとああなんかグラフが出たアハハぐらいかなと思ったんですけどそれではすまなかった。いやなんかあれですか、デバイスの特になんかそうやってネットワーク連携するやつですなんというか、キャッチコピーは分かるんだけど、具体的には何をどうやって実現してんのみたいなのが分かりにくいので、大抵。なんで、まあ、その辺の話がなんか聞けりゃいいかなと思ってたんだけど、まあ、大体これで把握できたので、僕としては良かったかなと思います。うん、あとはその、Azure IoT で言えば、うん、当初って AMQP でつながるっていうのをこう、あ、はい、押してたというか、最初にそれが出てきて、うん、で MQTT はなんか後からきっとリクエストにこう、はい、答えて追加されたのかなと思うんですけど、はいはい、で、かつライブラリが提供されてたんですよね、Azure IoT SDK っていう、はいはいはい、なんですけど、今、ちょうどその、プラグのプレイ出るちょっと前あたりに、うん、その SDK がだいぶファットなので、うん、別のが出たんですよ、はいはい、エンベデッド CSDK ってやつが、はいはい、でそれがさっきの通りですね、通信の部分と分離されて、うんうん、データを作るとこだけのライブラリになったんですね、はいはい、なのでエンベデッド CSDK 使ってデータを作った上で自分で通信用の、はい、こうプラットフォームこういうのを通信用の API いただくと、はい、ああ、うん、そうですね、それがいいですね。かつ、MQTT 用なんですよ、それが。はいはいはい。MQP じゃなくて。はいはい。そのあたりもその選択肢が増えちゃったので、うん、まあちょっと難しいというか。ああ。これ IoT でつなぎたいっていうと、この今 YO ターミナルのような。OS レスとか、まあ、フリーアルトス、軽量なのを載せるようなものも IoT デバイスっていうし、はい、ラズパイのようなね、リラックスカーネル走ってるようなのも IoT デバイスっていうんだから、同じ土俵で話ができないですよね。まあ、ちょっとね。そうか、もともとなんかその、まあ、マイクロソフトにしろ、なんか AMQP にこだわってたところは、なんか一つは暗号化通信ができることみたいなので、それを選択してたりしたことがあったと思うんだけど、今や。セキュアだっていうのは言われてましたね。うん。MQTT でも結局あれでしょ、MQTT オーバー TLS なんでしょ。そうです。うん。だからまあ、なんとなく、うん、気持ちはわかるな、みたいな感じはするね。うん、MQP にこだわった理由はちょっとわからないんですけど、ね、まあ、セキュリティというふうにはなんか上がってましたよね。うん、うん、そうそう、当初はそうだったんですよね。はい、だけどなんか MQP はなんか IBM がやってたんかな、なんか結構実装が少なくて。MQTT も IBM じゃなかったっけ、確か。あ、そうでしたっけ、はい。ただ、なんか MQTT は割とあれだよね。最初の頃から、
コミュニティベースの、まあ、品質は置いといて、なんていうの、実装例は結構あって、っていうぐらいにはなんかこうシンプルで、そこまで言うほど難しくはないみたいな、だったんで。でも今、まあ、MKT5 が出てきてるんで。ああ、そうなんですか。ちょっと、うん、ちょっと、よく詳しくは知らないけど。あ、うん、うん。Azure IoT も MKT5 対応みたいな。はい、うん、うん、今プレビューかな、なんか出てましたね。うん、うん、ちょっとあんまり詳しく知らないです、うん、どんなメリットがあるのかっていう、うん、なんでこう、まあ、さっき言ったように、その要はラズパイとか使って、うん、Azure IoT つながりますよって見ても、うん、あの自分が使いたいデバイスがこうやっぱりその Linux カーネル走るのと走らないの、極端なこと言えば、うんうん、っていうレベル感もあるし、使えるライブラリーも選択肢があるので、実際こう過去ではなく先を見据えた時にどれを使うのがこう自分のデバイスにどれ使うのがベストかみたいなのは判断しづらい。あ、まあそうだね。まあ、組み込みあるあるな感じかなと。そう、なんかサーティファイでレディになってたからといって、それはその、 あの今回の例で言うと、その何、その例えばシードさんが提供したそのアプリではサーティファイされているかみたいな話だから、もともとのそのサーティファイの考え方は、うん、あのさっき鉄人の話あった通り、うん、あの、フィニッシュのデバイス、うんうん、なので、そのソフトをいじらないですよね。はい、うん、うん、そうそうそう。だから、その、なんだろう、中実装、まあ、あまり関係ないというか、気にしなくていいというか。そう、そう。まあ、自分で、なんか、結局、本格的に何か応用しようと思ったら、自分でコード書かなきゃいけないので、そうなると、途端に、なんか、どうやって選択しようかとか、何が選択できるのみたいなのはちょっと分かりにくいっていうのはあるね。だからサーティファイドがどんどん増えてきて、そっち中心でメーカーが動くと、逆に実装の仕方の情報があまり出てこなくて、うん、あの作り手側がこう増えないというか、辛いというか、そう、そういう事情にはなってきそうな予感はありますね。うん、そうね、うん、はい、じゃあ、今回は、YO ターミナル、止まってしまったが、YO ターミナルを、まあ、Azure に接続して、テレメトリがこんな感じで取れます。まあ、そのスタートアップのガイドというか、最初ファームをどうやって更新して、でそれから Azure にどうつないでみたいなのをちょっとやりましたと。なんか、最後に何かありますか？次回はあれですかね、Azure通信で動かすみたいな感じですか。来ましたわ。次が決まりましたね。